ケプラー 62C は太陽からこと座の方向2200光年離れている K 型主系でつぼし、ケプラー62を交点している5つの太陽系外惑星の内内側から2番目の惑星である。大きさは火星に類似している。この惑星は恒星の前を惑星が通過することによるわずかな恒星の高度の変化から惑星の存在を間接的に発見する。 トランジット法により発見された。発見当時は、ケプラー37ビットに次いで2番目に小さい、系外惑星であった。軌道が恒星に近いため、有効温度は 578K である。2009年、NASA のケヘプラー宇宙望遠鏡は、恒星面のトランジットを検出する、高度系の運用を終了した。最終調査においては、ケプラーインプットカタログに登録された万もの、 恒星が観測され、その中にはケプラー62も入っていた。系外惑星の候補がある恒星の観測は2009年5月13日から2012年3月17日まで行われた。ケプラー62系の惑星のトランジットの観測が終了した後、現在のケプラー 62C によるトランジットは12.5日ごとに起こっていることが発覚し、最終的に 形外惑星であると結論付けられた。ケプラー69の惑星とともに2013年4月18日にその発見が公表された。ケプラー 62C は地球の0.54倍の半径を持つ形外惑星であり、地球よりも小さいためサブアースに分類される。有効温度は 578K ある。 推定の半径は 0.54R であり、大体火星と同じくらいであり、発見当時は月と同じぐらいの大きさのケプラー37ビットに、次いで小さかったが、現在は 0.0101R の SDSSJ1228 プラス 1040B という系外惑星が発見されている。現在のところ、質量はまだ不明で質量の上限は 4M で真の、 質量はこれよりも小さいとされており、0.1M 程度であると考えられている。この惑星は、K 型子系列性の恒星ケプラー62の周囲を公転しており、この恒星には合計5つの系外惑星が公転している。恒星の質量は 0.69M、半径は 0.64R であり、スペクトル分類が K であることからもわかる、通り太陽よりも小型の恒星である。 また、表面温度も太陽よりも低く4925系であり、年齢は太陽よりも老いており70億歳である。金属量は小さくマイナス0.37であり、太陽系の42%程度しかない。高度は太陽の21%程度である。死等級は14.0で、肉眼では見えない。ケプラー 62C は、 恒星ケプラー62を12.5日かけて一周しており、その軌道長半径は 0.092au で、彗星、太陽間の距離の約4分の1である。恒星から光を受けている量は、恒星と惑星の距離が近いため地球が太陽から受ける高度の25倍にもなる。ありがとうございます。